どうも、わちたやチャンネルです。メタルギア5の実況を始めるぞ。今回はエピソード9、装甲部隊を吸収せよ、をやってきます。よし、できる限り多くの敵戦闘車両を排除するんだ。本ミッションは反政府ゲリラ攻勢作戦のバックアップ。よって、その作戦終了次第、本ミッションも完了となる。残り時間に注意してくれ。1台も排除できなければミッションは失敗。またクリア報酬は排除した数で増加する。ボス、派手にかましてやれ。ミッション内容はできるだけ敵の車両を破壊することだ。ターゲットの位置はマップで確認してくれ。増援も確認次第位置情報を端末に追加する。今回のミッションはメタルギア特有の敵から隠れるということはあまりしないよ。どうかお気をつけて。時間内にどれだけ戦車を破壊できるか、というちょっと変わったミッションだよ。戦車を待ち伏せして破壊する、ということを繰り返すから、そのためこのミッションでは、移動と待ち伏せが大半を占めることになるよ。ミッション内容を全部動画にすると、アフガニスタンをドライブする動画になるから、移動と待ち伏せしてる時間は、すべて消し飛ばしたよ。あとこのミッションをクリアするためには、ミサイルなど戦車を破壊する武器が必要になるんだけど、初見でやるときには、C4 爆弾くらいしか戦車を破壊できる武器がないため、戦車の移動経路を確認して、C4 爆弾を設置して戦車が来たら爆破するという、作業芸になるよ。さあ最初の戦車が近づいてきたぞ。まずはロケットランチャーでぶっ飛ばそう。いた。戦車はミサイル一発じゃ壊れないから注意だ。ボス、情報班より連絡だ。ターゲットが移動を開始したらしい。この予測ルートを端末に送った。マップを確認してくれ。さらにもう一発。ターゲット排除。いいぞ、次を頼む。次のターゲットはこの道を通るぞ。マグネットで車両止めるやつと C4 を置いておこう。あとフレアグレネード投げて攻撃支援を要請しよう。これは煙を焚いて攻撃ヘリを呼び寄せるグレネードだ。今までこんなもの使ったことないけどね。ヘリが来るまでは1分か2分かかるから注意だ。さあ被害者が近づいてきたぞ。C4 で吹き飛ばしてやる。あばよ。今です。はい、お手本のようなプレイをしました。初心者のみんなは参考にしてください。こちらチンコード、現場に到着した。これより支援攻撃を開始する。よし、向こうの戦車を攻撃してくれ。到着して数秒で撃墜したぞ。新ヘリが撃墜された。すぐ予備のヘリを用意せよ。サイド、端末から呼んでくれ。カプコン製ってレベルじゃねえぞ。はい、皆様に簡単な素早い車両の倒し方を教えます。一発ミサイル撃ちます。発見されますが、構わずグレネードランチャーを装備します。あとは撃つだけです。ビューティフォー。予測経路を端末で確認してくれ。何？ C4 がなかなか決まらない。そんな雑魚にはこんな方法があるぞ。まず車両に C4 をつける。準備はたったのこれだけ。そしたら戦車が来るところまで移動しよう。そしたら戦車に向かって車を走らせ爆破しよう。とっておき。敵のタルト、沈黙。新しい車両を送ってもらおう。このミサイル撃てる車両がいいね。ミサイル撃てる車両を送ってもらったぞ。よっしゃ、これで戦車をしばき倒していこう。次の戦車は前回までと違って、2台同時に来るから注意だ。さあ戦車が来たぞ。リプレイデーショ君。かつ持ってよ。正義の雨に裁かれろ。一瞬で吹っ飛びやがったぜ。ミサイル最強。もう戦車来ないらしいんで帰ります。このゲームバディと言って、
味方を一人連れてこれるんだ。前回までは馬を連れてきていたんだけど、今回は D-Walker っていう機械を連れてきてるよ。本当は、D-Walker に装備したミサイルも使おうと思ったんだけど、その前に戦車がなくなっちゃった。痛恨の極みだね。というわけで今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。